日暮里から岩沼まで 343.7 キロの長さを誇る常磐線。途中に土浦、水戸、いわきなどの主要駅を挟む長大な路線です。常磐線の顔といえば、左側に止まっている青い車両、E531系です。そんな常磐線に、ちょっとかわいそうな車両がいます。それがこちら、E501系という列車です。現在、土浦から草野で走っています。が、基本は水戸からいわきの運用です。E501系は5両か10両で運行します。かつては15両での運行もありましたが、上野に乗り入れない今はもうそこまで長編成を組むことはありません。先頭車には初期の JR 車両特有の JR マークもあります。209系や E217系にもありますね。方向幕は青背景に白文字、LED に換装されている車両もあります。ちなみに上野まで乗り入れていた時代は黒背景に白文字だったそうです。E501系は5両編成が4本、10両編成が4本の計60両のみの製造にとどまっています。その分と普難遭遇率は高めかもです。それでは、乗り込んでいきましょう。車内はオールロングシート。クロスシートは皆無です。座席は言うまでもないですが、カチカチ。輸送力が上がるから別にいいのではと思うかもしれませんが、上野乗り入れ時代は土浦までの比較的ロングラン運用に当てられがちでした。取手以北の通勤ラッシュに対応すべくわざわざ高直流で製造したのですが、それ以前の問題として、車両がロングランに向いてない性質だったんです。この後付けの後からもわかるように、当初はトイレもありませんでした。ガチガチロングシート、トイレなし、そりゃロングランには向いてませんよね。外から見たら後付けが丸わかりですが、中から見たら目立ちません。今回は開けませんでしたが、内部は他の在来線車両とほぼ同一仕様です。車内には一段 LED。これは当初からあるものです。仕様は209系0番台とほぼ同一ですね。この E501系は1995年製。20世紀の車両です。東急車両製みたいですね。というか、この辺の壁とかめちゃくちゃくすんでません。とても近年車両には見えないくらい汚れ、スケジュールの都合上今回はお隣勝田まで乗ります。座席は硬いですがそう硬くならずに楽しいロングシートの旅と行きましょう。駅も行かないうちに、随分とローカルな雰囲気のところを走るようになります。ところでさっき上野から追い出されたと述べましたが、実は水戸線からも追い出されています。理由は故障の多発。デッドセクションという電気公式が切り替わる地点で、E501系の故障が相次いだため追い出されたそうです。というわけで下車。さて、あの時は散々言ったオールロングシートですが、実は水戸から日立の朝ラッシュは凄まじく、たくさん乗客を詰め込める E501系のオールロングシートはここで役立っています。惜しむらくは編成数が本当に少ないことです。この E501系も製造25年ですが、輸送力の増強に役立っているため、どうなるかはまだ未知数です。幕の LED 化の進行を考えるとしばらくは延命しそうですけどね。本日はかわいそうな車両、E501系についての動画でした。それでは本日もご視聴ありがとうございました。